広島たた、ね、今日は j ャイロ x t d 0 2のシリンダーヘッドを組んでいきたいと思いますまず車体に取り付ける前に、えー、シリンダーヘッド自体こちらですね分解した部品を、えー、組み立てていかないといけないのでこちらはこちらの細かい方で先にしておきたいと思いますそしたら画面を映してこれですね 消耗品はしっかりと交換してですね、純正品、部品届きました。右から順にしていきたいと思います。そしたらまずはシリンダーヘッド奥側ですね、えー、バルブ、エンジンバルブとセムシールですね。この辺を取り付けていきます。部品は排気側バルブと吸気側バルブで小分けにしています。これですね、えー、違いはスプリングですね、えー、こんな感じで長さが吸気側の方が短く、排気側が長いと。で、バルブですね。バルブはヘッドが排気がちっちゃく、吸気が大きいと。 ということですね。他は同じです。そしたら画面の状態の場合、ひっくり返して、点火する側から、エンジンバルブのステム側から差し込んでいきます。こんな感じで、コン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 と、まっすぐ差してあげて、後ろから出てきます。次に、エンジンバルブシールですね。この薄いやつです。これ。これを置いてあげます。 こんな感じですね。カチッとしっかり置いてあげて、次にステムシールですね。これは破損してたり破れてたり、劣化してですね、穴の径が広がってしまっていると、オイル下がりの原因になります。これめちゃくちゃ大事なので注意してください。今回は一つだけ交換してます。破損したのでですね。こんな感じですね。で、これを指でグイグイと押してあげて、きちんと奥まで行くと、カポって感覚があるので、しっかりですね、グッと。 今奥まで入りました。この状態にします。きっちりはめ込んだことを確認して、次はスプリングです。スプリングはですね、よく見るとですね、クシュクシュっと目が詰まってる方があるんですよね。ちょっと画面ですらわかりにくいですね。左が広く右が狭いです。狭い方が奥側です。こんな感じでわかりますかね狭い方が向こうですね、奥です。こんな感じで置きます。 そしてバルブリテーナーをスプリングの上に頭にカポッとはめ込んで置いてあげますスポッとはまるはずですこんな感じですねここまで来たらエンジンバルブコンプレッサーの出番です毎度おなじみですねバルブヘッド側とバルブリテーナー側をあてがってグイグイグイとねじ込んでスプリングを締め込んでコッターピンをはめていく道具ですねちょっとジャイロ X はバルブヘッドがちっちゃいので工夫が必要でした これはですね、えー、車用のを私は使ってるからなんですけど、後で説明します。そしたらねじ込んでいって、スプリングを縮めていきます。グイグイグイと。すると、ステムが出て見えてくるので、そこにコッターピンを落としていくという感じですね。そして、バルブヘッドが小さいと言いましたよね、えー。使ってるエンジンバルブコンプレッサーのアタッチメントの中をスポスポスポーってなっちゃうんですよ。ちっちゃすぎて。通常のやり方だとスプリングが縮んでいきません。スポスポスポッとこんな感じになります。 なのでひっくり返してみるときっちり当てがうのではなくてこんな感じで半分ヘッドのど真ん中あたりに分かりますかねど真ん中あたりに当ててますこういう感じでじゃないとどん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 抜けてくるだけなので全然閉まらないんですこういう感じですねでえまあこれはただただこう縮めるための道具なのでですね行々しく見えますけどすごくシンプルなただのクランプです たら、コッターピンですね。これをこのままするのには相当ちょっとですね、慣れてないとめんどくさいんですよ。で、これめちゃくちゃ大事なコツがあります。コツはですね、これ、グリス。モリブデングリスでもウレアグリスでもいいので、ちょんとつけてあげて、コッターピンのですね、内側にちょこんとつけることによって、あの、のり代わり、接着剤代わりみたいになるんですね。まあ、グリスなので当然つけっぱなしで拭き取り不要です。こんな感じですね。これをしておくと、 えー、ピタッとステムの棒にですねステムにひっついてくれますのでちなみにプライヤーは磁石のないタイプですね必ずもうイライラしてしょうがないですコッターピンがひっついてきちゃうからですねせっかくグリスつけてピタッてひっつけようとしてるのにプライヤー側にひっついてきちゃいます磁石があるとですねなのでないやつだとこんな感じでスッと置くだけですけどで OK ですね1個はまりました ホッターピンは一、えー、つのバルブに対して二つあるので、もう一つですね、同じことをしていきます。ちょっとぼやけてますけど、見えますかねカメラが下手くそなのですいません。こういう感じですね。あ、見えますね。見えてます、見えてます。ど真ん中辺です。そしたらもう一個ですね、同じようにグリスを塗ってあげて、ちょんですね。で、これ、あの、軍手してませんけども、ここですね、手汚れるの覚悟の方がいいです。 一向に進まないですからこれ昔あのこのやり方してない時1時間ぐらいこれだけでかかって嫌になったことありますので器用な方なんですけどねそれでもですねあの特にト d デイとかと違ってバルブがさらにちっちゃいので4本のですね大変ですジャイロ X の TD02 はですねこんな感じでピタッて落ちてくれるのでひっついてくれるからですねめちゃくちゃ楽なんです これ早送り、あの、カット一切なしです。これでもう完了ですね。あとは、えー、バルブコンプレッサーを緩めていくだけです。すると、勝手にはまってくれますので。あ、コッターピンに向きがありましたね。シュッと絞ってある方が、向こう側です。画面でいう向こう側、奥側なので、そこ注意してください。 で、緩めていくだけですけど、たまにですね、ずれ込んじゃうので、こんな感じで微調整を入れたりしてですね、クッククッと、一気にパッパッパッって回すんじゃなくて、調整しながら、目で確認しながらですね、しっかりはまってれば問題ないですけど、たまに外れたりしますからね、コテーンって横になったり。いい感じです。あとはもう、ここまで来ればもう引き抜くだけですね。からもう早送りでいきたいと思います。ぐいぐいぐいと。 あの緩めていって外すだけです。OK ですね。これで完了しました。えー、これが1つの吸気、えー、でしたよね。吸気のエンジンバルブのセッティングが完了しました。セットが完了です。きちんとはまってることを確認して、裏がこんな感じですね。エンジンバルブ側、ヘッド側ですね。こっちがステム側ですね。 で、これをですね、えー、同じことを残りの、残りは3つですね。合計4つなので、残り3つありますので、全く同じことをしていくだけです。そしたら、こっからは一気に早送りでいきたいと思います。まあちょっと本当、見てわかると思うんですけど、狭いんですよ、部屋が。だから、あのー、指が太い人はちょっと大変なんですよね。ほんと、ちょっと丁寧に注意しながらですね。もう全く同じ作業をしていくだけです。 これでシリンダーヘッドにすべてのエンジンバルブの装着が完了しました。しっかりと押し込んでみてチェックして、バチーンと外れないかですね、コッターピンがきちんとはまってるか、しっかり確認してあげて、4つともですね、OK なら次へ進みます。OK ですね、きちんとはまってました。そしたらこれでエンジンコンプレッサーの出番も終わりです。バルブのセッティングセットが完了です。 で、最後にこれシムですねこれを上にポコンと蓋代わりみたいなもんなんですけどロッカーアームが打ち込む場所ですねこいつをペコンとはめ込んであげるだけですもうのっけていくだけですねパコッパコッパコッと4つ全部ですねそしたらこれでエンジンバルブすべてが完了です さあ次はですね、えー、バルブコンプレッサーなども必要ないので片付けてあげて、O2 センサーと水温センサーを取り付けてあげます。ガスケットを忘れてましたけど、まあ、アルミガスケット、シリンダーヘッドガスケットはですね、新品に交換するだけで、で、えー、っと最後ではないんですけど、これは車体に取り付けるときなので、現状はこのままということで、車体取り付けの時に新品にしたいと思います。そしたらここまで来たので、次はセンサー部分ですね。 えー、インレット側、吸気ですね。吸気側に近い方が水温センサーです。で、排気側が、えー、排出ガスセンサーなので、O2 センサーですね。ねじ込んでって、ねじ込んでいってあげて、ここもですね、きっちりと締めないとですね、あのー、せっかくいろいろ整備して、ここのねじ込みが弱くて排気漏れだったってなったら、なんじゃそりゃってなりますよね。 こちらが 19mm ですね。水温センサーが1 9ミリです。スパナでしっかりと締めてあげて。ちなみにここですね、スパナ以外入らないので、ソケットが入らないからですね、ガチッとしっかりと締めてあげます。で、O2 センサーが1 7ミリです。しっかりとですね、ほんともったいないですよね。ここで原因がわからず、パワーが出ないで、ここが緩んでたとかだったらですね、ここも圧縮漏れの原因になります。 しっかりと2つ締めて完了です。きちんと確認して OK ならロッカーアームとカムシャフトの取り付けに移っていきます。そしたら吸気側と排気側に分けてますけど、えー、まず吸気側、どっちからでも大丈夫です。問題ありません。スプリングとシャフトを抜いてあげて、スプリングには向きはありません。シャフトには吸気側だけ向きがあります。 えー、オイル循環穴という穴が開いてます。スプリングはこんな感じで、これを横から止めていくと。で、シャフトにですね、向きがあるというのは、ここ、よく見るとわかるんですけど、穴が開いてますよね。オイルの循環する穴があるので、これが外側、左側ですね、画面でいう。どっちも外側か。そうですね。で、こんな感じで入れ込んでいきます。ロッカーアームをはめて、サイドからグリグリグリとゆっくり押してあげます。 そして、スプリングですね。これは溝がないので、後から入れるしかないので、こんな感じでグイグイグイと入れてあげます。こんな感じですかね。で、このスプリングの中を通るように、横からシャフトをクッと押してあげます。きちんと奥まで入ってないといけないので、何回かクリクリしながら、カチッと、しっかり奥までですね、入ってることを確認して完了です。で、排気側ですね、次。排気側は、 全く同じで、で、シャフトの向きも、スプリングの向きもありません。スプリングを抜いて、ロックアームからシャフトを抜いて、同じように横から押し込んであげて、アームを入れて、シャフトをグイグイグイと指で押すと。入っていくと、最後にスプリングを設置してあげて、 ちょっと縮めて押し込んでこのスプリングの中にシャフトがスポッと入れば完了です。グッとですね、奥までですね。これで OK ですね。これでロッカーアームの設置が完了しました。そしたらロッカーアームも終わったら、カムシャフトの装着です。カムシャフトはですね、カム山の向きに注意すると。 あとはベアリングですね。ベアリングの部分に、えー、手前側と奥側に、大きいベアリングと小さいベアリングが2つありますので、どちらもエンジンオイルを塗布すると。で、カム山は90度、約90度でこんな感じであるので、この山がある方が、えー、クランク側です。今でいう画面でいう左側ですね。で、残りの270度に関してはですね、丸い部分でできてますので、とにかく山がある方がクランク側、画面でいう左側です。 これが非常に大切です。このままスコーンと置いてあげて、確実に奥の溝に入らないといけないからですね。ゆっくり、なるべく垂直を意識してですね、グイグイグイと、あとは押し込んでいくだけです。で、横から見てもちろん確認して、まだ出っ張ってるので、ぐいっと、パチッと。こんな感じで完了です。 最後に抜かりがないかきちんと確認して、カムシャフト、ロッカーアーム、ロッカーアームシャフト、エンジンバルブ、全部確認して次に移ります。そしたらあと残るはですね、カムチェーンテンショナー、カムスプロケット、えー、アウターマグネット、シリンダーヘッドカバー。これはですね、もう車体側に取り付ける話なので、車体側と一緒にしたいと思います。 そしたら組み立てたシリンダーヘッドを車体へ取り付けていきたいと思います。エンジンボルトが1、2、3、4、クランクボルトが1、2本でシリンダーヘッドは止められています。外したらまずガスケットの装着です。古いのは交換です。特に水冷車はですね、えー、シリンダーヘッド内で漏れるととても面倒くさいことになるので、えー、空冷車よりも確実に交換ですね。さらに。カムチェーンとチェーンガイド、上下ですね。穴を通して、 一番左上と一番右下だけにノックピンありますのでここに引っ掛けて挿入とそしてシリンダーヘッドを挿入していきます挿入する前に、えー、シリンダーヘッドにですねエンジンオイルを塗布していきますフォーストオイルですね、まあ、これもですねバラした状態の時の方がしやすかったですすいません ロッカーアーム、ロッカーアームシャフト、カムシャフト、すべてですね。して、特にですね、ベアリングですね、ここ、ベアリングにはたっぷり、特にですね。で、バラした時じゃないとですね、奥側にもベアリングがあるのですいませんが、そこも塗ってください。この時最後ですね、カム山の向きがクランク側に必ず向いていることを確認して、吸気が上、排気を下にして、ぐりぐりぐりとゆっくりですね、挿入です。ガスケットと同じように、チェーンとチェーンガイド上下を通しながら挿入です。 上から覗きながらですね、横と上から覗きながらグイグイグイとノックピンが最後までしっかりですね、グッと噛み合ってるのを確認して完了です。そしたら次はカムスプロケットをチェーンへ装着していきます。画面では、えー、スプロケットの裏に赤色の線が見えますよね。これとチェーン側の印 M みたいな文字がありますので、それを一致させて取り付けていくだけです。 見にくいのでちょっと角度を変えて見てみたいと思いますスプロケットの印は見やすいんですけどチェーン側のですね M みたいな文字のですね印がちょっと見にくいですので、まあ、チェーン側にも私は色をつけてますのでそことスプロケットの印を一致させて組んであげるというだけです これがですね、意外にちょっと入れにくかったり、何回かやり直しをしないといけなかったりですね、しますけど、まあ、一致させて、チェーンにギアを噛んでることを確認すれば OK です。ちょっとアップにしてみます。グイグイグイって寄ると、こんな感じで。M みたいなの見えますかねチェーン側に一箇所印があるの。この親指のところへ。で、スプロケットの線とこれを一致させると。これでスプロケットの装着が完了です。 そしたらエンジンボルトとプレートを取り付けていきます。これですね、プレートの右左側を見たら分かるんですけど、こう出っ張ってますよね、ボコボコの凹凸の凸の方がなってますよね、形が。これとですね、このカムシャフトの吸気側、排気は関係ないので上側だけですね、ここの、えー、シャフトの向きがきちんとしてないとしっかりと収まりませんので、ちょっとアップしてみますね。見にくくてすみません、もうちょっとアップですね。ぐいっとアップするとこんな感じで、 半円形になってるんですよね。これをですね、欠けてる方が手前になるようにずらしてあげます。円形があったら半分に割れてる状態にわざとなってますので、こういう感じで欠けてる方が手前です。表現が難しくてすいません。こういう感じですね。この状態であれば、えー、エンジンボルト、プレートがですね、しっかり奥まではまりますので、あの状態でないとプレートがはまりません。ちゃんとですね。 中途半端に変な形でしかも止まってしまうからですね、止めれてしまうから、ちょっときちんとしないといけないです。そしたらクランクボルトも装着して、すべて手締めですね。そしたらこの状態で圧縮状視点であることを確認します。まずは右手、クランク側ですね、ドライブフェースを見て、えー、クランクケースの出っ張りの部分と、えー、TF の T の字の方ですね、これが一直線上にあることを確認して、 次真ん中ですね、チェーン、スプロケット、プレートの印が1、2、3と一直線上に一致していることを確認します。この状態でドライブフェースを1、2センチ動かして、ロッカーアームが動かなければ OK です。動けばカムヤマの向きが間違えてます。圧縮上視点わからない人は、ヒロシバイクドットコム圧縮上視点で検索してみてください。動いてないですよね、ロッカーアームのところ。無負荷地点です。 したらこれでエンジンボルト、クランクボルトともに12ニュートンメートルで対角線上に締めていきます。12と0でロック。これで締めていくと。一箇所を一気に締めようとするんじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつの繰り返しで締めていきます。これですね、ちょっといろんなブログであったんですけど、トルクは1、2、3と繰り返すうちに増し締めしますよね。それをしない方がいいっていうのがあるんですけど、ちょっとエセ情報を気をつけてください。これしないといけないです。 なので、あのー、ちょっと注意してくださいね。一点のネジだけを締める場合は、確かにそれでいいんですけど、こういうふうに4本、複数のボルトを締めるときは、トルクは何度かカクン、カクン、カクンとしないといけないです。もういろんな情報があるからですね、まあ注意してください。まあ今度、これについての動画も上げようと思います。結構ですね、パクリサイトがそういうの多いですね。そしたらこれで、クランクボルト2本、エンジンボルト4本、合計6本を規定トルク12ニュートンメートルでシリンダーヘッドを取り付けることが完了しました。 次はヘッドは開いた状態ですけど、アウトマグネットの装着をしていきます。これですね、マグネットが強力なので、普通の付け方だと付けれません。えー、磁石の方に取り付けしようと思うと吸い寄せられてですね、端っこにネジがですね。まあ、ちょっと見てみた方が分かりやすいかなと思います。ちょっと見にくいので左側に移動してみて、こんな感じですね。ソケットにボルトを入れて、これを締めようと近づくと、パチッと。 磁力が強すぎてですね、端っこに吸い寄せられるんですよね。なので、ネジ穴に到達する前にボルトが離れていっちゃいます。まあ、方法としては結構皆さんされているのが、セロテープとかで一回固定してですね、ぐりぐり仮止めして無理やり剥がすと。まあ、それでも全然問題はありませんけど、これですね、ピックアップツール使うとですね、すごく簡単にできるので、どうせ必要ですもんね、あのエンジンの中になんかボルトとかナットを落としたりしたとき拾うやつです。先っちょ磁石で こう押すすとここんな感じでで掴むやつですねこれでボルトの頭を掴んであげてでお尻側をですねグリグリグリッと回すと回りますので中あのワイヤーが通ってるのでこんな感じで回りますで掴んだままこれで、えー、仮止めをするという形ができますのでこれで私は毎回してますね そしたらアウターマグネットをはめ込んであげてネジ穴をカムシャフトの穴と一致させてあげます、まあ、カムシャフトはベアリングなのでですね動いちゃうので少しずつ調整して穴を合わせますそしたら先ほど使用した、えー、掴んでおいたやつですねピックアップツールを回しながらこれで磁力に負けることはないので仮止めをしていきたいと思いますネジ穴に 当てて回すすだけです、ね、そしたらクリクリと向こうが回ってくれるのでもう指でも絶対に入らないサイズだからですねどんな細い人でも無理ですねこれがないと多分無理でしょうけどこれで OK です1個はまりました2本ありますので2本とも同じように仮締めをしますアウターマグネットはですねプラプラでも構いませんのでとにかくボルトが止まってれば大丈夫です こんな感じですね。ガタガタしてますけど関係ないです。そしたらこれを、えー、きちんとした規定トルクで締めていきます。もうボルトがひっついてるので普通のソケットで増し締めをしていくだけです。ただですね、あのプラプラしてるように見えるのは磁石でソケットが端っこにガタガタと吸い寄せられてですね、なかなかボルトの頭がつかめないというですね。 そしたら締め終わったらですね、最後は規定締め付けトルク9ニュートンメートルで締め上げをしていきます。9に合わせて0に合わせてロックと。これで締め付けていくんですけど、この時、カムシャフトが回っちゃうので、右手はですね、奥側の画面奥側のドライブフェースを押さえておくと。まあ、あの、工具、ユニバーサルホルダーなどを使ってもいいんですけど、9ニュートンメートルがやったら手で大丈夫です。こんな感じで、カクン、カクン、カクンとお知らせが来るまで。 きちんと閉めてあげて、規定トルクですね。OK ですね。これで、えー、アウターマグネットの装着も完了しました。そしたら正面に戻って、いよいよもう最後ですね。シリンダーヘッドカバーとカムチェーンテンショナーです。先にカムチェーンテンショナーから取り付けです。上から見て、ぽっかりと穴が開いてますよね。ここですね。ここにカムチェーンテンショナーを置いていきます。まずは仕組みからですね。 えー、穴の中に、まあ、細いマイナスドライバーこれで絞っていきますロックがかかる状態まで絞ります縮んでますよね先っちょがで縮んだ状態で取り付けですこれを軽く緩めてあげるとパチッと先が出てきてこれがチェーンガイドの上側を押してカムチェーンを押し付けるとでテンションをかけるという役割をしてます そしたらガスケットを忘れないようにテンショナーガスケットを装着してアルミガスケットですね。向きは順不同です。きちんと装着してあげて、このまま先ほどの穴にポコッと置いてあげます上からですね。そしたら8ミリボルトが2つありますので、両端をこのボルトで留めます。ちょっと場所が作業しにくいので、まずは手で留めて、ラチェットなどうまいこと使ってですね、 で、ここがですね、えー、規定締め付けトルクが書いてないんですよね。もしご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。まあ、一応文字起こしはしないようにしてます。あえてですね。わかんないので。一応間隔では9ニュートンメートルあたりです、えー。ボルトの6ミリという計算からですね。そしたら、マイナスドライバーで解除と。軽く緩めるでしたよね。これで今、テンションがかかりました。最後にプラスドライバーで、この蓋を締めて完了です。 でこれはですね、このプラスドライバーに関しては4ニュートンメートルとあるんですよね、記載が。両端のボルトがなかったです、締め付けトルクの。これでカムチェーンテンショナーの装着が完了しました。下から見るとですね、えー、チェーンガイドの上側、暗いので見えませんが、ここに棒がちゃんと出てるのが見えますので。 したら最後シリンダーヘッドカバーの取り付けですまずゴムガスケットの部分にですねエンジンオイルを塗布していきます私はラバープロテクナントもう分解の時しましたよねだからもうしませんこのまま装着です私はですねでヘッドカバーをはめ込んで5箇所ですねカバーボルトをはめていきます12345箇所ですね で、ここも規定締め付けトルクが書いてないんですよね。ここは私は9ニュートンメートルでしました。これもあの6ミリの逆算ですね。ただし責任は一切取れませんので、もう自己責任ですね。まあ、手の感覚と、まあ、気持ち強めの方がいいかなぐらいでしました。書いてないものはどうしようもないですね。これでシリンダーヘッドカバーも終わりです。これでシリンダーヘッドのオーバーホール。1、バラし。2、 分解洗浄部品交換3取り付け方法ままで全てが完了しました最後はですね配線は下からするんじゃなくて上から止めてですね元に戻してあげて完了ですがここはもうアップロードしてますので動画をですね逆手順で組んでいくだけなので早送りでいきたいと思います